さん、こんにちは。こんにちは。好奇戦闘佐賀の中島徹とアシスタントの泉です。どうぞよろしくお願いいたします。今日の佐賀一番 TV ではですね、いよいよ10月の7日から全国映画館にて公開となります映画、呪い返し死よこ誕生のご紹介をさせていただきたいと思います。呪い返しっていう言葉、はい、なかなか聞き慣れないかもしれませんけれども、はいはい、日本でもですね、遡るとですね、はい、例えば平安時代、なんかにはですね、陰陽師という国家公務員がいてですね、はいはいはい、実際その呪い自体が持っただけでも罪になるという、うん、まあ、そういった時代があってですね、はい、実際その呪い返しっていうのも行われていたということなんですね、うん、はい、お仕事だったんですね。仕事でやっていたということですね、はい。なので、日本においてはそういう時代もあったと、はい、じゃあ現代ではそういったのはもうなくなってしまったのかというとですね、うん、実はそうではないということなんですね、形を変えていまだに呪いというのはありますよと、はい、で例えば最近で言うとですね、うん、これは記憶に新しいかもしれませんけれども、うん、2020年フジテレビの人気番組のテラスハウスでですね、はい、これに出演した女性プロレスラーが番組内で、うん、の言動言葉に対してですね、うん、はい、SNS に心ない誹謗中傷が集まって、うん、まあ、いわゆる炎上が原因でですね、うん、自殺してしまったっていう非常に悲しい出来事がございましたね。ね、はい、これもですね、SNS が呪いの呪文になったというような、まあ、事例かと思うんです。はいはい、でさらにはですね、うん、私たちがいつもお世話になっております、病院、はい、お医者さんですね、うん。このお医者さんの宣告も時に呪いになるんだと。まあこれもちょっと怖い話というかですね、気をつけないといけないことだと思うんですけども、まあ、特にお医者さんの余命宣告っていうのはですね、正確な基準は存在しておらず、はい、経験と勘でなされることが多いということなんですね。で、医者によっては長く伝えることもあれば短く伝えることもあるなど、その宣告自体は極めて曖昧なものであるというふうに、はい、まあ、これは精神科医の千田先生という方が実際おっしゃっていることなんですけれども、はい、うんうんうん、なので、例えばお医者さんからですね、あと余命半年ですとか、うん、まあ、3ヶ月ですとか言われるとしてもですね、これには明確なその基準というのはないんだと、うん、なのでそれをあまりにも信じてしまうと その、まあ、それが呪いとなってですね、うん、実際にその通りに亡くなってしまうってことにも、それよく聞きますよね。聞きますよね。お医者さんは よくわかんさんねみたいな、うんうん、なのでこういうこうお医者さんも信じすぎるとですね、そうですね、呪いに変わってしまうんだということですね。まあ、これもちょっと気をつけていただきたいことだと思います。そうですね。まあ、ここで呪いっていうことに対してですね、うん、呪いって一体何だろう、はい、っていうことがあると思うんですけども、これ簡単に、うん、ご説明すると、はい、呪いとは相手を不幸にしたいっていう思いのこと、うん、主な発生源としては嫉妬心ですね、はい、うん、あいつはうまくやっているとかですね、憎たらしいというそういう嫉妬心ですね、それや欲望ですね、羨ましいが、羨ましいなという思いが憎たらしいに変わって、うん、さらに相手に消えてほしいっていうところまで行くと、これが呪いになりますね。さらにその強い思いがですね、うん、怪我や病気などを現実的に引き起こすということですね。で、これがまあ明確に、悪なんだということですね、ということを知っておいていただきたいなと思います、はい。まあ、そこで今回の映画、呪い返し死よこ誕生という映画でございますけれども、まあ、これはですね、まあ、さっき言った呪いについての、はい、まあ、映画なんですけれども、うん、今回企画にですね、大川志夫総裁補佐が携わってくださっております、うん、宗教家を支える妻として、うん、はい、また、スピリチュアルな、世界での、うん、いろんな体験を踏まえて、うん、今回、この映画を企画してくださっております、これについてはこの、ガイドブック
ですね、が出されておりまして、この中に首相総裁補佐の、まあ、メッセージとも、はい、書かれております。簡単にご説明、ご紹介いただけるとありがたいです。大川首相総裁補佐でございます。はい、でまあ、この中でやっぱりあの呪いっていうのが、呪いや生き霊が本当に現実にあって、うんうん、まあ、それと常に対処してくださっている首相総裁補佐の、うん、目線、うんうんうん、でこの呪いは、まあ、仏教的な心の教えで返すことができるっていう宗教ならではのこう切り口で、まあ、善悪の、観点から、うん、そういう呪いを返すっていう方法を教えてくださる、うん、なんか4つぐらいパターンがあるんですね、うん、でもその呪いを返すっていうその根底にはこう、うん、聖なるもの、聖なるものを守るためにその呪いを返していくっていう、うん、なんか信仰とか、うん、はい、神様とかっていうのをすごく大切にしている学びの映画だっていうふうに書いてくださっています。なるほど、うん、そして最後には、うん、あの神仏が人としてこういう生き方をすればもっと自分自身も幸せになり他の人の幸せも作ってあげられる人になれますよと教えてくださっている愛の映画でもありますっていうふうに書いてくださってる、愛の映画なんですね。もうなんか、うん、もうじんときますね。うん、なるほどですね、はい、まあ、呪い返しと聞くとちょっと怖い感じのイメージがあるかもしれませんけど、まあ、これは、はい、あの、まあ、宗教的でありまた、はい、あ、うん、愛の映画なんだということですね。そうなんですよね。だからすごくあの勉強になる映画なんじゃないかっていうふうな、なるほど、それは楽しみですね、はい、そしてこの映画ではですね、大川隆法オリジナルソングス、はい、まあ、楽曲もですね、多く使われていると聞いてるんですけども、はい、ご紹介いただけますか。はい、うん、今流れているのが、うん、塩子恋歌。なるほど、これもすごくしっとりしてすごくいい歌なんですけど、うんうんうん、私は君の瞳は輝いてが大好きです。君は払い、君は返し、うん、君は守る聖なるものをっていうところがね、うん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 、すごく大好きです。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、非常にあの楽しみな映画なんですけれども、うん、はい、これ最後にですね、この映画の特報映像をご覧いただきたいと思います。呪い、それは人の不幸を願う心。許せない、死ね。七子の首に、このクソ親父、早くくたばれ。俺の権力を見せつけてやる。呪いに満ちた現代、今必要なのは呪いを払い跳ね返す呪い返し師である。塩子剣山、人を呪い人の幸福を壊す生き霊、許すまじ、払い返し守る、イエイ。お願い、ママを助けて。悪魔召喚。おのれ、お前の聖者は判定された。お前は悪である。重すぎる使命、それでも私はこの道を行く。聖なるものを守るために。君は払い、君は、お前に足りないのは人を愛する心だ。心なんて目に見えないものは存在しない。科学的で合理的なものだけが真実だ。世の中強いものが生き残るんだよ。本当に強いものはたとえ自分を犠牲にしてでも人の幸福を守るんだよ。呪い返し師塩子誕生。それでは払いましょう。はい、ということで、非常に、楽しみな映画でございます、はい、この映画は、10月7日から全国の映画館にて公開となります。そして、佐賀では109シネマズ佐賀にて、上映となります、はい、ぜひ、お誘い合わせの上映画館に、お越しいただきたいと思います。それでは映画館にゴー！待ってます。お待ちしてます。